Spinner。アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャストアジナ副音声ボイスオブフード12回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食欲のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。早速ですが、今回のテーマはお肉を食べるを考えようの回前編です。いきなりお肉を食べるを考えようというちょっと新しい方向性でやっていきたいんですけれども、今回と次回はですね、ちょっと趣向を変えてお勉強の回をやってみたいなと思ってます。食べ物って美味しい楽しいって話はもちろんなんですけど、食を軸にね、こう社会のこととか環境のこととかいろいろなことを考えるきっかけにもなるわけなので、やっぱりさ、本当に愛しているなら人でもそうだけど、こうキラキラしたいいとこだけじゃなくて抱えてる悩みとか問題とか、そういうところもちゃんと向き合いたいなみたいなことを思うじゃないですか。まあ食も同じだなと私は思っておりまして、この番組は食をもっと深く味わうためのトークをお届けすることを目的としていますので、今日は食にまつわる今知りたいこと、学びたいことを深掘っていきたいなと思ってます。なので今日はちょっと心強いゲストをお招きして、一緒に学びながら考えていきたいなと思っています。今日のゲストはタミー株式会社の阿部なるみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。阿部なるみさんと言いましたけど、私阿部ちゃんと呼ばせていただいておりまして、はい、阿部ちゃんはね、実は会社員時代の同期で、そう、2人とも辞めちゃったんですけれども、今は農業に関わる会社を立ち上げてるんだよね。うん、今紹介してもらったタミー株式会社っていうのが、食と暮らしのブランディングカンパニーっていうのを、まあ標榜してるんだけれども、私もともと農学部の出身で、そうなんだ。そう、なんか大学時代に畑とかにすごく行ってて、そこでなんだろうな、めちゃくちゃ感動してて、農家さんの考え方もそうだし、ここで味わえる体験とか、あとは市場流通には乗らないけど美味しい食材とかで実は結構いっぱいあって、なんかそういう魅力をなんか伝えられる人になりたいなっていうのがもともとずっと夢であったんだけど、そうそう、 で会社員時代に力をつけて、まあ、ゆくゆくはそれできるようにみたいな感じで、まあ、ちょっと今は独立して農業専門というか、まあ、農業領域中心にブランディングをする会社をやってるんだよね。まさかそんな農業の女神的なポジション、ね、そうだよねだと思わず、そう、なんか今だったら個人で生きてくってのもあるけど、なんか言ったらみんなせっかく今ね会社で頑張ろうってなってる雰囲気、そうだよね、空気読めやみたいな、そう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 のもあるし、ちょっと静かにしてた。でもまさかここでねつながれるのが、ね、嬉しい、嬉しいなと思うんだけど、うん、そう、そんな阿部ちゃんが去年からかな、食と脳のモヤモヤゼミっていう企画を始めてて、はい、やってます。そう、これが本当に素晴らしくて、なんか農学に関わる若い研究者さんとか阿部ちゃんみたいな実業家の人たちが集まって、こう食のいろんなモヤモヤについてズームを通して勉強会をしてて、しかも一般の人も無料で聞けるっていう、ね、それは一体どういうゼミなのか教えてもらいたいなと、改めて、はい、ありがとうございます。食、まあ、サキちゃんもそうだと、あ、サキちゃんって呼んでるサキちゃんもそうなんだと思うんだけど、うんうん、やっぱ食ってみんなすごい関心あって興味がある分野だけれども、うんうん、その一歩先の農業とか、うんうん、あとは食の仕組みみたいなところってすごく見えにくいし、
知りたくてもなかなか知れる機会ってないよねっていうのを感じていて、そうそう。で一方でこう農学部で勉強してるメンバーとかってそこを学んでるんだけど、うん、別にアウトプットしたことないっていうか、そうそう、溜め込んでるだけみたいなとこがあって、うん、なんかもしかしたら私たちが知ってることを発信したりとかしたらちょっと意味あるんじゃないみたいなところと、まあ、私たちもちゃんと勉強したいよねみたいな感じで仲間内で農学部の今勉強してるメンバーと卒業生たちで学びながら発信もしちゃおうみたいな感じで、まあ、遊び感覚でスタートしてったものっていう。いやもうこれが遊びのクオリティじゃないのよ本当にすごくて嬉しい。その中でね、私がすごい、まあ、勇気ってなんだろうとか、うん、市場流通ってなんだろうとか、うん、魚の未来とか、うん、もう全部気になるって感じだったんだけど、うん、特にその動物の命を食べるということっていう回があってすごい勉強になったの、うんうん、なんか本当に多角的な視点で食肉っていうものに理解を深めることができて、なんか私自身はすごいお肉大好きなんだけど、でもだからこそやっぱお肉食べるってどういうことなんだろうっていうのをちゃんと自分の中で整理しておきたいなって気持ちはあって、特にさ、やっぱ最近ビーガンフードもすごい身近なものに、ビーガン増えてるよね、そうなってるし、あとお肉食べない人たちの声とかその理由とかもよく見聞きするし、その中だとさ、やっぱなんかお肉食べるってちょっと悪いことなのかなみたいな、そういうモヤモヤも生まれたりもしていて、でもそのモヤモヤが結構大事なことだなっていうのを私も思っていて、なんかモヤモヤって戸惑いじゃん、そうだね、そうそう、でまず知るっていうのがあって、でそれで初めて戸惑うっていう状態にあって、でその先にあるのは変わるってことだと思うの。確かに。そう、なんかだからこそなんかちゃんと知りたいし、ちゃんと考えて学んで、それで自分なりに納得して物を選んだり食べたりしていくっていうプロセスをおろそかにしちゃいけないなと思って、なんか早速すごいなんか今日意識高い私みたいな感じでいつもと違ってすいませんなんですけど、こういうのも大事だよねっていうのを思うし、あとやっぱなんかビーガンで流行ってるからとか周りがそう言ってるからとかじゃなくて、自分はどう思うかみたいなのをやっぱ考えるきっかけになったから、すごいモヤモヤゼミに感謝してるの。ありがとうありがとうなんかモヤモヤゼミも自分たちのスタンスとして、なんか結論は言わないっていうのをすごい大事にしてて、なんかこういう風にあるべきとかいうよりは、まずはいろんな視点で知ってみようよみたいな、でそれで、まあ、自分なりに選んでったらいいなっていうのがあるから、今日もそのビーガンの方を肯定する否定するみたいな話ではなくて、まあ、なんか考える視点みたいなのが、共有できたらいいなみたいな感じですね。本当そんなわけなので、今回は2回にわたってお肉食べるってどういうことなんだっけっていうのを阿部ちゃんと一緒に考えていきたいなと思います。食と脳のね、モヤモヤゼミ出張開催みたいな感じになるのかなと思うんですけど、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、まずお肉を食べることっていうのも考えていく上でいろんな視点があるなと思って、その阿部ちゃんが並べてくれたのが文化的宗教的な側面が一つ、あと環境負荷について、それから生態系、それと栄養、と倫理、それから代替肉とかの、まあ、未来のお肉みたいな、ちょっとフードテック的な領域っていう、まあ、今回の前半ちょっとまず最初の3つくらいまでいけたらいいなって感じなんですけど、はい、はい、早速いきましょうか。はいじゃあまず文化的宗教的な部分の話から入りたいんですけど、そもそも世界の食肉消費量って増えてるんだよね。増えてる、めちゃくちゃ増えてる。今食肉消費量、牛肉豚肉鶏肉の合計なんだけど、過去50年で5倍みたいな、なんか図にすると右肩上がりみたいな。でもやっぱ日本もだって過去60年で大幅に増えてるみたいな。本当世界の動きと一緒で、日本ももう何グラフで言うともうぐーっと右肩上がりで、どのお肉も増えてる、牛肉さんも豚肉も鶏肉も。その背景って何なんだろうね。背景にあるのは、量産できるようになったっていうのは結構あって、例えば鳥だったらブロイラーっていう品種、今食べてるのってほとんどブロイラーっていう種類なんだけど、そう
なんだろうね、ちょっと言い方が難しいんだけど、まあ、すぐ出荷して食べやすい鳥さんとかが効率的に育てられてる、そうそうそう、なんかそういうのができてきたっていうのもあったりするし、仕組みが整ってきてるっていうのもあるかな。うん、でも実はその日本においてはそもそも肉食文化って最近のことなんだよね。あ、そう、うんうん、意外とそうで、文明開化って、なんか漫画とかで見た人もいるかもしれないけど、文明開化の時に牛肉の鍋とか、牛鍋のイメージすごいある。あそこでなんていうか西洋の文化っていう形で入ってきてまた食べるようになったんだけど、その前って実はもう長らく日本ってあんまり肉食はしてなくって、お魚とかは食べてるし、もちろんなんか隠れて肉を食べる店とかもあったっちゃあったんですけど、薬食いみたいな感じでね。あ、そう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 、なんか主流じゃないみたいな感じで。それってやっぱり仏教が関係してるのかな。あ、そうそう、なんか仏教が日本に伝来したのって聖徳太子とかの頃、だからめちゃくちゃ長い歴史、肉食べてないんだけど、なんか仏教はその動物を殺してはいけないっていう教えがあるから、どっちかというと肉を食べちゃダメだよっていうよりも殺しちゃダメだよみたいな。それ面白いよね。そうそうそう、いやだからさ、解釈なわけでしょ。だからさ、なんかお釈迦様とかはさ、こう自分が食べるために殺されたと聞かなかった肉は食べていいみたいな。そうそうそう、そうなの。そんなルール、そうそう、そんななんかいいとこ取りルールとかあるんだ。お布施でこうなんかこうギブされたお肉はむしろ伏せられたものは食べないといけないっていうのもあったりとかしていただいている。だからもう絶対に食べないってわけじゃないんだけど、やっぱり自分のために殺すみたいなのがいけないよねっていう考え方。じゃあやっぱりそういう仏教の考えとかもあって、やっぱ日本人長らく肉食にタブーの意識みたいなのが、そうだ ねあったってことなんだね。逆に食べ始めたの最近だよっていうのを言われてみればそうだなと思って、それこそ和菓子とかも基本植物系のね原材料しか使わないし ね、実はすごい日本人は割とプラントベースの食生活を続けていたという、歴史的に見るとね、本当に直近の50年60年ぐらいのもんなんだよね。なるほどね。あとは他にも宗教だとイスラム教は豚はダメとか。あ、そうだね、お肉食、肉食とあの宗教ってめちゃくちゃ紐づいてて、ヒンドゥー教だったら牛さん食べないよもあるし、やっぱ宗教ごとでもいろいろ違うってなると、改めて肉食って宗教に大きな影響を受けているんだなっていうのが、なんか人の考え方とか価値観にめっちゃ左右されてきたものっていう感じだけど、まあ、この50年に関して言うと、どちらかというと豊かになっていったらお肉を食べるよねみたいな感じで、その宗教の制御というよりも、まあ、肉食がどんどん膨らんでいるっていう感じになってるのかな。ある種豊かさの証としてじゃないけど、そうだね、なるほどね。じゃあめちゃくちゃ増えてるんだ。めっちゃ増えてる。でもその反対側でさ、やっぱりその環境負荷っていう話があるじゃない。そうだね、ちょっと2つ目のポイントいきたいんですけど、そう、環境負荷は実は気候変動の問題に対してそのお肉食肉の産業が影響しているっていうのがびっくりみたいな。そうだよね。結構あのビーガンのやられてる方の理由としても環境のことを言われる方って多いなっていうふうに思うんだけど、なんか気候変動のに対してこう人為的な影響の 14%、14.5% が食肉産業から来てるっていう風に言われてるというか試算されている。すごいよね。だってさ、意外と多くない？そう、多い。なんかやっぱりそういう地球なんかのさ、原因のその温室効果ガスとかってやっぱり発電とかさ、車とかさ、なんか工業分野での大量排出みたいなイメージが大きいけど、実は畜産とか農業とかすごい食生活に関わってる部分での影響っていうのめっちゃ大きいっていう。特にあの牛さん、牛さんね、のメタンガスっていう
まあ、温室効果ガスがちょっと多いってのがあるんだけど、うんうん、あの牛ってなんか反芻動物って呼ばれてるんだけど、うん、なんかその消化するのにあたって結構ゲップをして何回かこう出し戻しして消化するっていうタイプの動物 で、うんうんうん、でその過程のゲップとか、うんうん、あとは排出物がそのガスが多いっていうのが そうあって、なんかさ牛のおならとゲップが地球温暖化を加速させているってなんかさそうそうそう、ね、ふざけてるようですごい深刻な問題なんだよね、うん、でもめちゃくちゃ多くてそれが、うんうん、だって牛地球上に約15億頭、うんうん、でそのほとんどが畜産業と言われているっていうのも聞いていて、うんうん、いやそんなに牛がね、地球の温度を上げていくことに貢献というか、うん、影響してしまっているんだなっていう衝撃の事実はあるよね、うん、あと牛さんも豚さんも、うん、まあ、家畜たちが食べる餌、そうだ、そう結構やっぱすごい量の草だったりとか、うんうん、トウモロコシとか食べてて、それを生産するためにまあ、すごい面積使ってるっていうのがあって、 そうそれがこう森林破壊だったりとかにもなっているみたいな視点もあったり、うん、確かに実際ねアマゾンとかで森林伐採が進んで、うんうん、それって結局大規模な畑とか放牧地のために森を焼き払うみたいな、そうでもやっぱりそれって結局何のためにっていうと、その工業的畜産と呼ばれるもののせいだよね、うん、こうとつながっていて、うんうんうん、私たちのお肉を支えるためのあらゆるところで実は結構な環境負荷がかかっている。やっぱり安くね食べれて美味しい、うまい、最高だぜって思ってる裏で実はアマゾンがめっちゃ焼かれてるみたいな、つながっているんだよね。なんか食べるからには知っといた方がいいかもみたいなの思うしさ、うんうん、特にアメリカだったりとかヨーロッパとかの方、欧米の方が、うん、あの環境負荷と肉食っていうのをちゃんと紐づけて考えてる人が多くて、日本じゃもう全然知らないよね、そういう。いやそうだよね、私もそんなにやっぱりそうやって勉強していくまでは分からなかったし、うん、今も勉強中だけど、やっぱでもこうやって見ていくと、あお肉食べる量ってまあちょっと減らした方がいいのかなみたいなことも思うし、うんうんうん、それこそさなんかミートフリーマンデーみたいな、うんうん、あのポール・マーカットニーさんが2009年かなから始めたその、うんうん、週に一度はお肉食べるのやめようみたいな、うんうん、そういう流れとかもまあなんかお肉好きだけどちょっと食べない日も作ろうかなみたいな気持ちにはなるよね。そうだね、うん、なんかビーガンの人も増えてるけど、うん、もう絶対に食べないっていうスタイルじゃなくて、うん、ちょっとプラントベースに切り替えていこうとか、うんうん、フレキシタリアンとかも言ったりするけど、うん、なんかこういろいろグラデーションがあるよね。少し減らそうみたいなのもあのアクションにもなるし、必ずしもゼロオアイエスみたいなところだけじゃない選択肢とかもあったりするよね。確かにね、お肉食べたいけどなでもちょっと減らそうかなっていう気持ちにはなるかも。うん、でもさなんかもうお肉やめとこう、やめといた方がいいかもとか、こういう事実だけ聞くとさ、うん、思うけどさ、逆にジビエ食べるっていうのは、うんうん、ある意味歓迎されてるっていう風に言える？ジビエっていうことに関して言うと、うん、あの野生の、うん、獣害っていうなっちゃうような動物たちを食べていく流れなんだけど、あなるほどね。じゃあそもそもジビエってなんだろう、今、うん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 、3つ目のトピックに入りつつあるんですけれどもそうそう、そもそもジビエとはみたいな、うん、あの鹿とかあのイノシシさんとか、うんうん、で、まあ、狩猟して取って食べる天然のお肉系を、うんうん、まあ、ジビエっていう風に言ってて、まあ、日本もまあ昔から狩りして食べてる文化はあるし、うんうん、ヨーロッパの方とかも料理して食べるみたいなのがあったんだけど、なんか最近よく聞くよねジビエって、うん、ジビエ料理私も大好きです、うん、すごい好き、うん、かジビエの背景としては、うん、その野生のシカとイノシシの個体数がこれもまた急増してて、うん、はあ、逆に増えちゃってるんだ。増えてる、うん、逆にってよくわかんないね、うん、やっぱその気候変動とか、うんうん、いろいろな生態系のバランスが崩れてるみたいなとこがあって、うんうん、今頭数が増えちゃっていて、うんうん、で鹿とかイノシシが増えすぎちゃうとそれこそなんだろう、全ての草を食べてしまったとか。そうだよね、そうそう、バンビ可愛いけどね、うん、
結構環境生態系への悪影響みたいなところもあったりとかしていて、あれでしょ、木のさ皮とか剥いでさ、あ、そうそう、あの掃除で木を弱らせたりしちゃうんでしょう。なんかそういう被害も出ているっていうのもあるし、あとは特に農業でやっぱり鹿が荒らしたとかイノシシが荒らしたみたいなので農家さんがすごい困っているみたいなこともまあ起きちゃっているからこそ対策しなきゃみたいな感じで、まあハント狩猟していく動きとかはあるんだけど、まあそれがやっぱりただ狩猟してその命を無駄にしないためにもジビエっていうのを推進していこうみたいな動きも一方であったり、でもそのジビエもやっぱりじゃあジビエ供給していこうっていうのもやっぱ課題っていうか、例えばなんだろう、安定供給が難しいとか、それはあるね。例えばその家畜のお肉の代替としてジビエがなるのかみたいな感じになったとしても、やっぱり家畜さんたちのような安定性みたいなのはもちろんないし、あとは私もそうだったんだけど、なんかみたいな硬そうとか消費者心理がね、そういうのもあったりとかして、まあそこが広がっていくハードルになっちゃってたりとか、あとはなんかハンターの方の高齢化みたいなとこもあったりとかしてて、確かに聞きますね、なんかそういうところで、まあそのジビエを活用広げていくにも少し課題があったりとか、あと処理施設がないとか、そこが整備されてないから流通もしなくて、そのルートがないとかで捨てられちゃうとかもあるっていうのを聞きます。そう、でも私ジビエすごい美味しいと思うし、その食べることが、まあ、社会的にねいいことっていう風には、そうだね、まあ、いろんな視点があって、それも例えばそもそもイノシシとシカさんが増えちゃったのって、ね、人間が生態系を崩したからで、増えすぎたら迷惑だ食べるみたいなのって、そうだよね、それってどうなの倫理的にっていう視点も一方であったりとか、そうだよね、そもそも人間のもうわがままで、じゃあ今肉食べていいみたいに言うんだみたいなのは確かにある、そう、その辺の本当に人によって気になるポイントが違ったりするから、確かにね、ジビエも違いには言えない、そこ重要だわ確かに。まあでもジビエはね、ある意味本当に美味しいなって思うし、あの例えばあのエーゾっていう北海道にある会社でなんかね、知ってる、そう、生産狩猟して、で枝肉に熟成させて流通させて、シャルキトリってそのお肉の加工品にして製造してレストランまでやってるっていうのを、ジビエ肉軸に一貫生産管理体制を構築し運営するみたいな感じでやってるところがあって、なんかこうね、ある種このジビエ肉どうするかっていう課題に対して、まあ、一つの解決策みたいなのを取り組みやってて、そこ虎ノ門ヒルズにもお店があるんですけど、そうなんだ、そう、なんかそんな感じでジビエ味わうためのお店って他にも表参道にラチュレさんってとかとか、あと北見にねビートイートっていうすごい美味しいところとかもあって、なんかね、あのジビエ肉食べたことない人とかもどんななんだろうって味わって一回ね、出会ってみるっていうのはいいのかなって思うんだけど、もうそんな都内で食べれる感じなんだね。そう、結構増えてて、そうで今日スタジオになんと中目黒にありますジビエ料理の名ビストロラ・ブーシェリー・デュ・ブッパのジビエ肉さんたちに来ていただいております。嬉しい。うわー、すごい綺麗。うわー、眩しいですね。ありがとうございます。あ、すごい。今日はですね、ブーシェリー・デュ・ブッパのシャルキュトリーの盛り合わせに来ていただいているんですけれども、すごいいっぱい種類があるね。真ん中にあるのが白いちじくと鹿肉のテリーヌ。何白いちじく、何鹿さんと白いちじくやでーすごいっていうのと、あとまあジビエ以外でも、グランカレー、レモン、みかんで香り付けした生ハムだったりとか、コッパ、首肉の生ハムだったりとか、いやー、なんかお肉の赤とさ、油の白のグラデーションが美しいね。いやー、そうだね、尊いね。めっちゃ美味しそう。ちょっと食べていきましょうか。いただきます。はい、
ちょっと鹿肉のねこのテリーヌってやつをいきますぜ、ね、美しいな食べ物としてすごい綺麗だねなんかさ赤いずっしりしたお肉のテリーヌの中に白いちじくがプチプチ入っているんだよ。そうどうやうまし。おたくみが溢れてるめっちゃ美味しい。もし入りましたか。いただきます。うんだねこれ。なんかスパイシーな、めっちゃいい香りする、うん、香りが美味しい。あ、お肉の味も美味しいね。なんかすごい美人なスレンダーなお姉さんなんだけど、めっちゃ太ももの筋肉がムキムキみたいな。なんか力強さと色気と、なんかさ美しいしなやかな感じのバランスが最高だね。うんうん、なんかテリーヌってのもあるけど、なんかそのいわゆるこうジューシーで脂みたいな肉とかじゃなくて、その味が。ギュッと詰まってるというか、そうなんかお肉のさしっかりした旨味っていうかさ、お肉の味わいっていうのがさ、なんか逆に結構豚さんのテリーヌとかだと油がちょっときついなとか、はいはいはい、ちょっとなんか逆に臭いなみたいなこと思ったりするけど、いやめっちゃ美味しいねこの鹿。ちょっと一軸も合うよ。一軸が合いの手入れてくるんだわ。これすごいわ。ちょっと一軸いきます。プチっていうかね、弾けてるよ今。弾けてる、めっちゃ合うね。合うね、すごいよね。甘みがさちょうどいいね。うん、鹿の甘み塩気とさイチジクの甘みと香りが、これはお酒飲めないけど赤ワイン持ってこい。赤ワイン案件だぞって今なってる。うん、合うね。美味しい。もう今鼻息をなんか荒くしすぎて、めっちゃマイクで鼻息を取られてるっていう。へえ、やっぱジビエ肉素晴らしいな。うん、これでも料理の方の腕もすごいいいね。そういいこと言うじゃん、かべちゃん。そうまさにそう、このブッシュリジュパさんのそのやっぱりあのジビエ肉ってそういうね、どういう処理をするかとか、じゃあどういう下仕事するかみたいなのでも全然味も変わってくるし、ね、技術力の勝利ですねこれは。そうだよね。いやなんか改めて鹿さんありがとうっていう気持ちになるね。なるね。本当いただきました。お命いただきました。お命頂戴いたしました。ありがとうございます。残さずいただきますね。ダ・ブッシュリードゥッパさんでは鹿肉や獅子肉をはじめとしたジビエ料理が今ねテイクアウトもすごいしっかりやってくださってるっていうことなので、ぜひ皆さんも試してみてほしいなと思うんですけど、やっぱ鹿肉私好きなんだよね。なんか特に私夏鹿っていうか夏の鹿も結構好きで、季節で違うんだ。違うんだよ、知らなかった。まあ旬っていうほどじゃないかもしれないけど、そうだよね。でも野生だからこそ、そう夏鹿結構さっぱりしてジューシーで美味しかったり、あと冬の熊とかもね。そうなんだ。なんかね熊の脂は、本当に美味しい。シルキータッチなのよ。へそう熊鍋をね、私ちょっと春に食べに行く予定を入れてるんですけど、京都まで熊さんを食べに行きます。そうなんだ。そうちょっと本当ジビエってね、命のありがたさをなんかこうワイルドなだけに、なんか食べてるっていうより食べられてるみたいな感じにもなるというか、なんかそういうのも味わえる。はい、なんかジビエ食べたことない、なんか臭いんじゃないのとか硬いんじゃないのと思ってる人にこそぜひ味わってほしいなと思います。味な副音声ボイスオブフード、というわけでもうね前編今3つのお話もしてきましたけど、今回はタミ株式会社代表の阿部成美さんを迎えて、お肉を食べるを考えようの回をお送りしましたが、次回もその後編として、栄養倫理未来の新しいお肉といった切り口からお送りしたいなと思います。阿部ちゃんどうもありがとう。はい、ありがとうございました。どうですか、ちょっといろんな切り口でちょっとずつですけど話してみて。やっぱりこう
背景を知ってみようとか考えてみるきっかけとかになったら、なんかすごい嬉しいなと思いながら。そうだね。なんかあと今日今回阿部ちゃんが話してくれたデータとかもね、あの出展については公式インスタグラムにも記載させていただく予定なので、気になる方はぜひチェックしてみてください、はい、あと食と脳のもやもやゼミも今後もねゼミやっていくってあるのかな。あ、はい、ありがとうございます。そう、ただなんか、ま、仕事っていうよりもちょっと遊び的にやってるところもあって、うんうん、不定期なんですけど、うんうん、大体月1回ぐらいでまた食のいろんなモヤモヤに切り込むみたいなやっているので、よければ食と脳のモヤモヤゼミで検索すればホームページが出てくるので見てもらえればと思います、うん、私も参加します。みんなで参加しようというわけで、じゃあ次回も引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。平野咲子でした。あー、お腹すいた。